そば茹でます。おりゃおりゃ、はい、茹でるぜ茹でるぜ。じゃあ茹で上がり。そばを茹でました。はい、茹でたそばを炒めます。あお。そばでパスタを作ってみようというこの冒険。いきまーす。はい、おっと。はい、はい、まずオリーブオイルを炒めます。はい、オリーブオイル炒めてないな、ニンニクを炒めます。はい、はい、よー、香りがつくまで、香りがつくまで。イン。では、はい、いただきます。で、そばパスタってどうだ、どうだ、どうだ。違う料理ですね。これパスタではない、ラザニアっぽい。あー、もちもちだからニョッケと、うん、なるほど。サトシは、よくわからない。サトシの顔見りゃわからない。パスタかどうかって言ったら、ノー。パスタではない。なんかもちもち、伸びてるだけかもしれない。もちもちだけど。パスタではない、なるほど。ちょっと行こうかな。いただきます。そば、そばスタ。きっと中東にありそう、こんな。なんだろう、中東の、うん。あのね、ある。多分この料理はある。あるけど、これは違う。これ、クリーム系に合うんじゃない、うん、合わないかな。クリーム系じゃないかな、これ。生クリームとか合いそう。多分クリーム系だったら。歯応えがないから、パスタではないんだけど、うん、違う料理だよね。どれがいい、ニョッキって多分ね、合ってるよ。うんうん、なるほどね。これちょっと、うん、いや、受け狙いのつもりだけど、結構発展していいかもしれない。ね、でも中東だと思う、なぜか。なんか中東の感じする？豆でも入れてみるか？あれ。あ、ワイン入れた。ワインじゃないよ。あ、バルサ、バルサミコス。どうする、うん、味わレンジ勉強中、さらに中東になった。ああ、要研究です。要研究酸味があって、これどうなる、バルサミコス入り、うん、さっき言ったパスタで、パスタとしては失敗かもしれないけど、やっぱ割と俺は結構これ好き。うん、余ったらね、あのどうしても揚げる時が来た時に、うん、いいと思いますね、ね、新しい新鮮な。でもね、酸味があると美味しかった。酸味あると美味しいね。うん、この中でも、なあ、いろいろイメージが広がるね。結構好きなんだよね。うん、うん、お、新しい。これちょっと入れると美味しい。美味しい。面白いね。なかなか面白い。